ゲームの世界を完璧に再現させていただいているということですね。あのゲームに入ったらどんな気持ちになるんだろう、どんな感覚なんだろうということを生身で等身大で楽しめるというところですね。だから等身大の、パックフラワーがいたり、等身大のクッパがいたりということで、おお、マリオになるとこんな気分なのかと。マリオはもうずっとちっちゃい頃からゲームで遊んでたので、自分がマリオの世界に入れるっていうのは思ってなかったんで、すごい嬉しいです。はい、よし。